じゃじゃー、寒空の中ゴミ拾いにやってきたでー。イエー、ヤスのおっさんとゴミを拾おう。前回に続いて波の海さんがゲストだよ。このコーナーはヤスのおっさんが滋賀県を巡りながらゲストとお話しするゴミ拾いトークショーです。一緒にゴミを拾う波の海の皆さんです。波の海は子どもの不登校や発達について悩みを抱える保護者の方をサポートする会です。元学校の先生やボランティアの方が集まっていて、話を聞いてくれたりアドバイスしてもらえるよ。ゴミを拾ってまいろうと思います。はい、ゴミ拾う。行ってきます。どんなことしてあったの？私こういう不登校とかの相談にも乗ってたんですが、片や、片や高校生の部活動を見てまして、実はテニス部を全国大会に出てたりしてたんですよ。すごいやん。不登校の子もそれなりに悩みがあるけど、部活で必死になってる本当にザ高校生っていう子も悩みはあるんですよ。あ、なるほどな。それぞれのところでそれぞれの悩みがあったり、それぞれの目標があったりするんやろな。でもそんな特別な子ばっかりじゃないですよ。プロに行くわけでもないし、はいはいはい、みんな一生懸命その時高校生活で一生懸命頑張ってるっていう子たちです。なるほどな。ほなその時その高校生のその今をどんな風に楽しむか打ち込むか、ほんで学校行けへん子はさどう過ごそうというふうに考える時でもあるんかな。そうですね、思春期ってとっても難しいので、その時代を預かる教員って本当に重大責任だなって思いながら過ごしてました。ヤスのおっさんとゴミを拾おう。すごくやっぱりみんな落ち込みますよね。最初やっぱ落ち込むの、なんで自分の子があって、みんな言います、このまま社会出れるんかなって。なるほどな。でも大丈夫ですよ、不登校だからって。道が全部なくなってしまうわけでも、人生が終わるわけでもないからね。あ、多分あれいつ終わるっていうのがないから不安なのね。そうですね、先は見えへんからね。うん、でもそのちょっと先輩のたち、先輩母さんの話を聞けたりすると、あ、先がちょっと先は、あ、こういう風になるんやっていうのが分かったら、ちょっと気は楽になるよね。なるほどね。自分の2ステップ後ぐらいの人が、あ、こういう感じなんねやと。ずっとそんなことばっかりでもないんやなみたいなことになるんやな。不登校でも本当に大学進学してる子当たり前やけどいますし、それから私の知ってる中でもパティシエになってる子とか、パティシエとか保健室の先生に不登校でも経験を持ちながらやってる子もいるし、それは保健室の先生で不登校やった人だったらいろいろ相談したいわな。本当にいろんな子が一時期不登校になっても元気で社会で頑張ってますよ。あ、そうなんや。それ聞いたらホッとするな。やっぱり自分で何も思わへんと、こう一人でおるの暗いこと考えてしまうしな。本当にね。なるほど。今はもう特別なことじゃなくて誰にでも起こることなので、みんななんで自分の子がって言うけれど、実は本当に誰にでも起こることだと思っていいと思います。社会の問題ですよね。個人の問題じゃなくて。よいしょ、頑張れ。よいしょ。僕も大物ゲットしてくれたな。今日はどれぐらい取れた？あ、ほんまやね。ほんまや。冬はたこ揚げするよう上がるから風が強いわな。気ぃつけて皆さん飛ばされへんように。ヤスのおっさんとゴミを拾おう。その時に一番やったらあかんことなのかな、自分を責めたりすることとかあると思うけど、ね、お母さんが自分をどうしても責めてしまいます。周りから責められるっていうのもあるしね。でもね、お母さんが自分を責めて追い込まれて追い込まれて追い込まれていくと、子供はますます追い込まれるっていう感じがあって、あ、なるほどな。お母さんがちょっとだからなった方がいいのかな。そんな会を、会でそんな気持ちになってくれたらなーなんて思っています。なるほどな。そういう時にはフェリーよね。ああ、なるほどなるほど。